正直言って僕さ、今回の毒殺は文春の内部でもどうしようかなってなんか迷いを感じる毒殺なんだよね。そのどうしようっていうのもうちょっと詳しく言うと、あのレストランでさ、ちょっと今回迷ってんだよな味にっていう時にさ、じゃあボリュームを上げて量で勝負してみっかみたいな感じの毒殺な気がしたんだよ。それで5冊じゃなくて6冊の可能性が、そうそう、それはありそうですね。精鋭の5冊っていうよりは迷いの6冊っていう感じが今回はしたかな。はい、こんばんは、下井です。こんばんは、吉水野亜です。こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube と Podcast でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。お願いします。さあ210回です。新年2週目ですが、来ましたね。来ましたよ、年の頭の収録なんですけれど、とうとうまた直木賞予想スペシャルの回が来てしまいました。しかも今回ね、ずっと5冊だったのに6冊もあったんだよね。まさかのね、うん、大変だったね全部読むの。そうそうそう、僕もなんか年末からずっと読んでたんだけど、なかなか読み終わんなくてしんどかったわ。これなんかもうね、今年だからボトラジの歴史としては5年目、うん、まあ実際10回ぐらいやってますけど、うん、今のその6作ってのはなんか決まってんですか？前は5作だったのに。そうね、あの基本的には月に1冊ずつその文春の社内で選んで話し合いで1冊ずつ残していくってことで、昔は6冊だったんだけど、それがずっと5冊になってたんだよね、たまたま。それが今回元に戻ったって感じかな。そうなんですね。あ、そう、うん、で、上がった5冊というのが、あ、6冊というのがですね、はい、加藤茂明さん来ました、ね、36なんだねまだね、はい、で、慣れの果ては、オルタネートに続いて2回目の候補作、うん、で今回は真面目にちゃんとミステリーを研究して書いたっていうミステリーなんだよね。だからそれがまあどう評価されるか、はいはい、そして、2人目がですね、これ一応何の忖度もない著者の愛用順です、うん、2冊目が、川崎明子さんの共食い、うん、これね、共食いだけだとなんだか分かんないじゃないですか。これ明治期の北海道で熊打ちの漁師が恐ろしい熊を倒す話なんですよ、うん、っていうね、もうひたすらあのハードボイルドな世界、あのヘミングウェイの老人と海の、まあだから漁師と熊って感じです。川崎明子さんは44歳で、2回目ね、締め殺しの木っていう、うん、あの北海道のなんか割とね、悲しい運命に翻弄された人の話みたいなのでなってて、はい、それはね、なかなかなんかいつの時代の話なんだろうっていう不思議な存在感がある文章を書く人なんだよね、うん、そして次が初めてですね、でも島津照さん54歳で初めて、へーって感じ、うん、で、たすきがけの2人という、これはあの戦争を挟んだ、まあ、ある家で暮らすお手伝いさんとそこに来たお嫁さんの2人の女性の友情の物語っていう感じですね、うん、54歳で初ね、へー、デビューが遅かったのかな、うん、はい、そして、ここはもう常連さんですね、なんと候補上がること6回、すごいな、牧目学さん今47なんだ、はい、8月の御所グラウンド、うん、牧目さんのいつもの世界だよね、うんうん、あの僕の感じだと、牧目さんの書く京都ってホグワースなのよ、うん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 、あの名門の学園都市で、はい、特に事件もなく、はい、のんびり楽しくてちょっとおしゃれっていう、うん、そこで何かが起こるという、ちょっと京都のハリーポッターみたいなそう、京都のハリーポッター、ただあれほど魔法が出てこないのがちょっと惜しいんだよ な逆にもっと魔法とか湯で出してほしいんだけど などそしてですね、宮内雄介さんは44歳、宮内さんも意外ともう4回目、ね、ラウリ・クースクを探して、うん、これはね、陽平くんが大好きな話なのになぜか今回選ばれなかったんだよねなぜか、まあ、いろいろ裏事情がね、そう、僕らの駆け引きでね、うん、だからエストニアに生まれたコンピューターの天才がロシアにいるまた別な天才と友情を育んだ末、うん、さあその二人はどう大人になっていくかっていう、はい、これね、いい話だったんです、うん、宮内雄介さん44歳4回目、うん、ラウリ・クースクを探して、タイトルな、うん、これはね、なんか元のタイトルとして勝ち跡を探してっていうのがあるんだよ。あ、そうなんですね。ルッキングフォー勝ち跡っていうのが、はいはいはい、戦争映画なんだけど、あ、戦争小説なんだけどね、そこからちょっとそれをもじったんだ。それはね、まためちゃめちゃ面白いの、うんうんうん、ベトナム戦争で脱走したやつが歩いてヨーロッパに行っちゃう。あ、もう面白い。何を探してですか、もう一回。勝ちアートを探して、勝ちアートを探して、そうだから、その軍としては脱走兵を追いかけなきゃいけないじゃない、うんうん、なので、追いかける部隊が、ベトナムからヨーロッパまではまだ歩いていくっていう、面白くない、勝ちアート追跡してか、
うん、まあ価値アート探して、あ、ティム・オブライエンって、そうだよ、あのなんかベトナム戦争の映画、あの小説書いてる、他にも書いてます、俺なんか本当の戦争の話をしようとか価値アート探して、そうだ、本当の戦争の話をしよう、うん、そうだそうだそうだ、うん、いやでもすごいよね、じゃあ読んでみよう、うん、あ、じゃあこっから来てるんですよね、読んでみてこっち行っちゃった、まあ、元のタイトルの感じはね、Looking for価値アート、Looking for ラウリクスクだと思うな、そして、最後が時代小説で、マイマイツブロ、これ、うん、あの徳川家重が障害を持って生まれていた、でちゃんとその発音障害というのかな、はい、発語障害があったんだけど、それを聞き取ることができるサバ用人が突然現れて、さあどうなるかっていう話なんだよね、村木蘭さん56歳で今回初と、はい、さあどうかね今回は、どうかね、でも正直言って僕さ、今回の6冊はなんか文春の内部でも、うん、どうしようかなってなんか迷いを感じる6冊なんだよね、そのどうしようってもうちょっと詳しく言うと、あのレストランでさ、ちょっと今回迷ってんだよな味にっていう時にさ、うん、じゃあボリューム上げて量で勝負してみっかみたいな感じの6冊な気がしたの、それで5冊じゃなくて6冊の可能性が、そうそう、それはありそうですね、精鋭の5冊っていうよりは迷いの6冊っていう感じが今回はしたかな、うんうんうん、正直ね、これも無料会であの告白しますけど、僕は今回この6冊の中で太鼓判の丸とか二重丸が一個もないのよ。おお、うんうん。ほぼ全部三角なんです。そうなんだ。だから三角の中だと迷うよね。確かに。分かんないから。じゃあイラさんとしてももう迷いの6冊みたいな。そうだから三角プラス三角マイナス三角プラス三角マイナスみたいな。ああ、そうかそうか。え、でも何がそうさせてるのかがすごい気になる。その三角、なんで三角なのかが気になりますね。それを本編で。そうですね。そう、だから意外と、昔だったら候補を受賞作なしっていうパターンもありかなと思うんだけど、うん、今出版状況があまりにもひどいんで、うん、皆さん知ってるかどうか分かりませんけど、90年代半ばが100だとすると今40ぐらいです、うん、だから市場としてはもうね6割減っちゃったんで、うん、ここで何億賞出さないっていうのはビジネス的にもありえないだろうということで出すと思うんだけど、うん、いやーどこに転ぶかが全く読みにくい、なので今回僕一応2冊同時受賞だと思ってるんですけど、それは自分の好みです、うん、今までみたいに割と自信があるこれは今回これだよねみたいなのはあんまないんだよね、これ今回迷いの6冊ってありますけど、うん、一つ一つに関してはねこの後本編でじっくりですけど、うん、その時その時の、うん、そうは言ってもなんかちょっと色ってあるじゃないですか、うんうん、例えば以前だったらなんかちょっとホラー色があるとか、うんうん、あ、そうだね、今回はそういう意味ではどうなんし、ちょっと今回はね歴史とか現代物が、ラウリと慣れの果てと御所グラウンド、この3冊が現代物でここが時代物なんだよね、うん、そしてですね面白いのは割と50代半ばのもうデビューしたばっかりのような新人が入ってるってこと、うん、どちらもほぼ初めてに近いような本なので、うん、だからこの2人がどう評価されるかだよね、うん、受賞が初ってだけじゃなくて、うん、デビューとしても割と遅めの方なんですね、うん、ベテランってわけでもないってことか、例えば20年デビューして20年経っていて初みたいなことはなかなかないので、うんうん、54歳で、うん、なのでそういう点ではこの50代の2人の時代物がどう評価されるか、うん、あとは現代物の中でこの2人だよね、牧姫さんの6回と宮内さんの4回をどう見るか、確かになんかそこだけ見ると、まあ、年齢もまだ若いといえば若いし油乗ってるんでどっちか取りそうな、 そこだけスペックだけ見ちゃうと、そうなんだよねそういうもうさ馬の状況とか見ないでいけないな、これ過去の戦績だけ見て乗せるっていう手もあるからね、はい、5回目のおとらじだとこんな偉そうになっちゃってまずいですね、うん、でまあね、並びとしては割と、うん、加藤くんは若いけどそれ以外はみんなもうそこそこベテランっていうね、うんうん、なんか今ノアさんごめん言おうとしてたよね、あ、いやいや、なんかその短編枠とか時代小説枠とか結構こうばらけるじゃないですか、うん、ミステリー枠とか推理、うん、警察もの枠とか、うん、あ、そうだね、そういう点だと、ミステリー、これは漁師ものだから熊小説で、これは女の友情ものの、まあ、昭和の時代もの、うんでこれは負け目さん得意の京都ファンタジー、うん、でラウリクースク、これがね僕ね宮内さんこれ芥川賞でもよかったような気がするんだよな、そう最近やっぱりなんかその辺が分かんなくなってきましたね、でマイマイツブロはもう本当にあの王道の泣かせの歴史ものです、うん、あだから宮内さんって芥川の方も候補になってるんですよね前、うん、そうそう、そう両方入ってんだよ、うん、すごい、あともう一個イラさんに聞きたいのは、はいはい、今回の選考委員の方、うんうんのその傾向として、うん、なんかどんなものを選びそうかっていう、
今回やっぱね、今選考委員は圧倒的に女性が強いので、あだからあのあ確かにね、あの BL 元 BL 作家みたいな人が取ることが多いよね。うん、8人中6人が女性。浅田さん、角田さん、京極さん、桐野さん、高村さん、うん、林さん、三浦さん、宮城さん。そうそうそう。うん、だから割となんだろうな、アクションものとかっていうのよりは、ただこの選考委員でもさ、あれに挙げてるからね。テスカト？テスカト。ああ、そっか。テスカトぐらい振り切っていれば OK なので。そうですね。うん。ただ、全般的にはやっぱり女性小説の方が強いよね。やっぱあるんですかね。うん、一般的にはね、うんうん。あと結構年齢層が高いような気がするんですけど、選考委員の方が。選考委員はやっぱりもうみんなベテランが多いから年齢層高いよね。うん、そうか、その辺もなんかあれですか、その選考基準っていうか、うん、響いてくることあるんですか、内容に。そんなことないのかな。そんなことはあんまないかな。あ、うん、そうか、そこはじゃあ公平にというか、あのか価値観は更新された状態で皆さんもやっぱご覧になって。いや、そんなの分かんないけどね。うん、選考員を分析するのはすごいさ、浅田さんとさ、うん、角田さん、うんうんうん、ねえ、ここだってもうねえ15とか違うからさ、うん、同じはずがないじゃん。あ、そうか、そうか、ね、確かにですね。で、三浦さんとかだとね、全然違うから。ちょっとイラさん入れてほしいな。確かに。イラさん入ったらどうなんだろうね。また違いそうですよ、なんかね。うん、でも、押してみると、うん、結構みんな年になったね。あれ、キリノさんが72なんで、知らんの？俺らと見方が見方が。松尾さんも72かも。結構でも、皆さん一緒に割とご活躍されてた時代の、うん。みんな70代が増えてきましたね、60代、70代。ね、林さんももう、ね、もう70になるんだ。見えないですね、でも。見えないですね。角田さんが2番目に若い、うん、ね、そうなんだ、なるほどね、はい、はい、さあということでこの後ね、あの本編でたっぷりお届けしていきたいと思いますが、ここでお便りとご質問をお願いします。そうですね、肝心のお便りとご質問をね、直しちゃ力入りますね。はい、じゃあまずお便りからです。はい、シャープ202回の、恐怖と絶望のゴジラが最高、ゴジラマイナスワンを、語り尽くすの回で、YouTube にコメントをいただいてます、うん、はい、石田イラさんとかも初代ゴジラをリアルに映画館に見てたわけではなくて、東方チャンピオン、うん、東方チャンピオン祭りですよねっていうことなんですけど。そうだよ、うん、あ、なるほど、うん、私はその世代なので、うん、新ゴジラはあまり好きではなかったけど、今回のは当時の怖さが蘇ってしまって最後立ち上がれなかったです。へー。ただ造形的には昔っぽく、もう少し頭を大きくしてほしかったなっていう。なるほどね、ことでした。着ぐるみじゃないからね、今回はね。そしてやっぱりスタイル良くなるんだよね。あ、なるほど。アニメもみんなスタイルいいじゃないですか。そうか、そうか。日本人だけど。着ぐるみで仕方なく頭が大きくなっちゃって。ね、でもゴジラもすごく回ったんだよね。うん、いや、本当だから意外とみんな、で、あの、実はあの、ね、全然前回ぐらい、バブルもすごく回ったので、うん、みんななんか気持ちはちょっと昔に戻ってるのかなっていう気はするかな。ちょっと解雇してますね。うん。解雇してる。うん。やっぱ、ゴジラってそれだけみんなの心に住んでるってことなんですかね。やっぱアメリカ版でリブートしたのが大きくない？うん、レジェンダリーであれだけやった後で、よし、じゃあ日本が何が作れるんだよみたいな感じでみんな見に行ったんじゃないかな。うん、そしたら山崎監督がね、意外や意外、人生の最高傑作を撮ってしまったっていう。ねえ、本当にこの勢いでね、海外でも行ってほしいですね。はい。はい、じゃ次質問です。37歳の男性からいただいています。皆さんこんにちは。いつも YouTube のメンバーシップで拝聴しております。ありがとうございます。私は現在、都内の 1R、ワンルーム、ワンルーム5畳の、部屋に住んでいます。その狭さから本がだんだんと置けなくなってきました。うん、もう10年以上住んでいるので引っ越しも考えていますが、所有する本が100冊を超えてから管理もしづらくなってきました。カラーボックスに突っ込んでいます。うん、実家に預けることも考えましたが、そこは東北地方なのですぐ行ける距離でもありません。うん、皆さんはどのように本を管理されておりますでしょうか。特に石田さんは何千冊といろいろなジャンルの本を読んできたかと思うので、アドバイスお願いします。これさ、アマゾンとかさ、ニトリとかで、薄型の天井突っ張りみたいなのあるじゃない、うん、ああいうので、壁一面埋めるだけで、1000冊ぐらいすぐに入るよ。入る入る。どういうことですか？俺もオーダーで2000冊ぐらいやってる。うん、で別にそんなの、すぐに組み立てられるし、ちょっと考えてもいいんじゃない？天井突っ張り、薄型本棚。うんうん、とかで調べれば1000冊分ぐらいは5畳でも入る。え、そうなんだ。うん、でそんな狭くなんないから、厚みこれぐらいしかないから、うんうんうん、単行本の幅ぐらいにしてのやつしかないんで。ああ、そうかそうか、なるほどですね。うん、このぐらいだったらね。そういうやり方がいいんじゃないかな。カラーボックスに突っ込むよりは全然整頓されるし、うん、部屋狭くなんないからそれがおすすめかな。うーん、
今なんか宣伝してますけど、僕その白井ストアっていうところがオーダーの家具で割とリーズナブルやるので、うん、まさに自分の部屋でそのこの厚さから高さから全部オーダーできるんですよ、うんうん、だそれで僕もやって部屋そんな広いわけじゃないですけど、それでだから去年かなんか3つぐらい買って今2000冊ぐらい入った、うん、意外と入りますよね。全然入ります。あの普通に本棚が本当に一番いい。ああなんかおしゃれですね、早川さんのその白井ストア。いやなんか僕もそうニトリとかで突っ張り棒やってたんですけど、うん、やっぱりちょっとそうあの頑張ってと見たらそんな高くないんだよ。そんな高くないですね、確かにね。白井ストアっていうんだ。そういいかもね、うん、おしゃれな色とかそのなんか板とかも全部決められて、うん、あいい、ね、パーツだけとかも売ってるんですね、うん、皆さんでもどうですか。僕その2000冊やっても結局あのハードディスクの容量と一緒で、うん、あっただけ買っちゃうじゃないですか、うん、だから結局、うん、部屋汚いままでさらに積んどくタワーみたいないいのも買ってあるあるある。でそれを買って満足してさらにそこから溢れてるんですけど溢れてるよね、うん、だから結局ね古い本の中でこれいらないなっていうのはちょっとずつ出す感じ。そうそうそう。でもなんかそれも含めてなんかそれで汚いんだけどそれも含めてちょっと幸せな自分みたいなのもいるんですけど、うん、皆さんは そこは散らかってなさそうですね、うん、CD とか本棚とかに関してはまあもうびっちりになっちゃったよね、うん、だからあんまりなるべく増やしたくないなとは思うけどね。でもちょっとプライベートですけど僕イラさんの前のお家もね、うん、あのお邪魔してましたけど、うん、あの家の本の数と今はどやっぱ前の方が多いんですか。いや同じぐらいじゃないかな。そんな変わってないと思う。へー CD も、うん、じゃあ1万冊ぐらいありますよね。ない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 。あの時もないですか、うん、あれで3000ぐらいじゃないかな。3000、分かんない。あの写真のやつですよね、うん、よくホームページとかで使ってる。そう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 、壁一面本の。そうだね。でもねさすがイラさんの人間性らしくね、ぎっしりと見せかけてちょっとやっぱゆとりあって、うん、その辺もおしゃれ。あれでね多分ね CD が CD 結構ありますよね。レコードとか CD が 4,5 千枚、本が 3,4 千冊ぐらい。すごい、まあ、今広いからね。だってさ陽平くんだって1年に50冊ぐらいのペースで増えるわけじゃん。いやもっとですよ、100冊以上。そうだからそういうことだから、であと10年経ったら気がつけばそうそうそう、まあ、もう2冊増えてるから10年で。そっか、でそのうちほらあの著者になると本とか送られてくるようになるから。あなるほどなるほど、そうですね、果てしないのよ。なんかでも楽しいですね。楽しいですよ ね。ごめんなさい答えてんのかな俺らちゃんと。大丈夫大丈夫。そうでもあの本当にあの薄型の天井突っ張りのやつでちょっと自分でやれば全然高くないので、うん、それを1個買えば、うん、あれもう200冊買えるじゃんっていう新しい発見があると思います。なんか結構ニトリとか見てるとなんかあれコミックですけど漫画で回転して300冊とかね。あれは良くないと思う、ね、不明だと思う。家の角っこのとかね、うん、ありますよね。あるある、普通ので全然そういけますよね、うん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 、なるほどですね、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、本編に入る前にお知らせです。私、早川洋平がですね、著者の声ということで、不定期でですね、作家の方にインタビューしている今回、新年一発目は、田田陽子さん、作家詩人、村上春樹さんと並んでね、毎年ノーベル文学賞の候補にも上がるベルリン在住の方ですけども、今回は朝日新聞で昨年、連載していた、八角漁師についてお話を伺ってきました。なぜ長年旅を続け、作品内でも移動を多く書いてきた田田さんが今回、この作品ではですね、例外的に定住する彼女がベルリンと長く親しんできた太極拳をテーマに選んだのか、物語の源泉に迫っています、うん、おベルリンって太極拳って面白そうだ。そうなんです、本当はベルリン直接行ってお話そう伺いたかったんですけど、今回まあオンラインではあるんですけども、うんうんうん、まあそのメインのお話を伺いつつ、まあやっぱりね、なぜ彼女が、なぜというかどのように小説を着想しているかとか、無人島に持ってきた一冊何ですかっていう僕の個人的な質問もしてますので、うん、よかったら聞いてみてください、はい、概要欄をご覧ください。さあということでこの後本編直木賞予想スペシャルは、4通りのご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、 Apple Podcast サブスクリプション、そして audiobook.jp いずれかの方でご視聴ください、忖度なしの、辛口トークも出ると思いますので、はい、楽しみにしていただけたらと思います。それでは、はい、過去の事件をほじくっているうちにどんどんその人間関係の謎が解きほぐされて事件が解決されていくっていう作り方なんだけど、一番のね問題点はね、最初の絵の魅力が分かんないの。一頭はその冬眠をしない穴もたつで、もう一頭はその地元で生まれた赤毛のすごい若いクマ、まあその二頭を殺すまでどうなるかっていうだけの話なんだけど、まあ面白いのよ。こうやって見ると分かりますよね。圧倒的にこれ撮るよっていうのはね、ないの。そうそう、丸がないっていうことですね。丸がない。だから正直昔だったら出版状況がこんなに悪くなければ受賞作なしでいいと思うんだけど、でもさすがにもう文春も出してほしいだろうし、作家もみんな危機感持ってるから、なんとか受賞者を出すと思うんで、僕のおすすめはこれかな。